アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです、えー。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 攻略シミュレーションゲームです。はい。えー、あれこれ頭使う面白いゲームです。はいそういうゲームがお好きな方お待ちしております。はい。 今回の動画はですね、えっ、ー、と、今、本拠地を、今、キるイベ中なんですが、もう、叩かれたら叩かれたで仕方がないっていう状況下で、本拠地を叩いております。でですね、えっ、ー、と、おそらく、この動画、 もしくは、この次の動画が、えー、年内最後の動画になると思います。なので、もしもう一本撮りましたら、次の動画でも、えー、同じことをお話しすると、お伝えすると思います。えっ、ー、とですね、ご視聴してくださっている皆様、えー、本年一年間ありがとうございました。えー、とですね、まあ、なかなか時間が取れず、何を伝えたらいいのか、あれこれ考え、 ながらででしたので、えー、と全然ねあの不慣れですし、えー、手探りな状態での撮影でしたがあの本当に、えー、ご覧くださって本当に感謝しております。ありがとうございました。はいまずはね、それをお伝えしたいと思い、えー、動画を撮らせていただきました。はい、でですね、まあ、今本拠地あの儲かりアーティをかけた状態でメール見ていただいたらわかりますね。 大体、はいえーま、30発ですね、ちょっとスキップ使って、抗、え、群、ー、ブースター使いまくって、で、30発が30分で限界ですかね、スキップいっぱい使ったらね、100発ぐらいいくんですけど、はいえー、クリスマスバーニング、終わりましたけど、クリスマスバーニングのともは、えーとですね、もう動画追いつかないと思ったので、ドドドドーンと、もう借り合で稼いだりしておりました。 皆さん、クリスマスバーニング、えー、だいぶ稼がれましたでしょうか、えー、本拠地、海賊、えー、あとはポスターのアイテムですね。はいで一応3つに分けてやったのかなああのー、ねあのね名前は変わると思うんです。名前,名前はね名称は変わるんですけど、あのー、バイバイ バーニングは、えー、年々数回行われるので、まあ、次のね、えー、っとそういう同じバーニングが来た時に、えー、少しでも何かのお役に立てればと思って、えー、動画を、えー、上げさせてもらいましたはいで今回はですねもうクリスマスバーニングもない、えー、っとですねクルックスもまだまだ来ない、えー、で、えー、外界もまだ始まらないので、えー、っとですね昨日もそうです昨日クリスマスでしたはい今26へ 何日えー、26日、27、秋27ですね。に撮影していますが、2日ほど亀裂も叩けてません。はい、痛いですけど、仕方ないですね。はい、プライベート優先です。はい。なので、まあ、亀裂もすることないし、えー、っとですね、20回の無料ポスターも叩きましたし、えー、デイリーミッションもすべて、建設以外ですね、インタースペースもないですね。えー、べてクリアしたので、はい、えー、もう、 まあまあ、攻撃受けてね、被害出ると、まあ、あの、はたかん折れたり、えっとですね、船が死んだり、いろいろあるんですけど、もうそんなことよりも、えーと、チップと、もう、あの、えーっと、キーボックスですね、がもうとにかく欲しいっていうところなんですよね。はい。なので、えっとですね、本拠地を、 えもう攻撃食らっても仕方ない。もう、なので、アタッカーはね、もう今、ま、いません。自分の惑星には。もう5発本拠地出したら、ちょうどなくなるようにしております。少しでも被害軽減対策ですね。これがね。で、えー、っとですね、前回の動画でしたっけね。えー、っとポスター、クリスマスバーニングでしたんで、えー、っとですね、相当剣をそこそこ使いましたので、えー、っと、これですね。 加速のブースターが8000超えたので、えーとね、もう気楽にバンバカ使ってます、はいで。3000ぐらいまでは何にも考えずにバッカワカ使いますね。はいでもなんだかんだしてるとね、ちょこちょこ増えていくので、はいちょこちょこですよね。 スキップはね、スキップ前回ね、えー、っと、ポスター、相当券でだいぶ稼げたので、えー、ちょっとだけ使いた感じですね。あのー、有事の時にいっぱい一気に使いたいので、えー、今回はもうバーニングもないですし、控えめで、まあ、なんとかさ、ね、もうカリアーティ30分で30発ジャスト叩けるように、えー、っとですね、えー、スキップを使ったので知れてます。はい。 数もちょっと本当にちょっと使っただけですね。はい。で、これでですね、まあ、本拠地の動画もちょこちょこ上げさせてもらってるんですけど、えー、っとですね、そろそろちょっと本拠地たたきをフォーメーション開けてきたので変えようかなと思ってます。今までこんなミサイル回フォーメーションで、えー、っと、前立て2000、えー アタッカー残りえ、自分は規模がまだちっこいので18,110しか詰めてません。で、ね、細かくご覧の方、あれ、猫さん、フリーゲートのレベル下がってませんかはい、えー、っとですね、さらに本来したかった仕様に変えております。はい、あのレベルちょっと落ちますけど、まあまあ別に、えー、途中経過なので自分は気にしてません。もう全部一緒ですよ。 もうあれこれ考えるのめんどくさいのでもう2000の18110ですね。はい、2000の18110、はい。で、船はヒューベリオン、ネバン。 えー、ネバンはね、最初の頃ね、ご初心者の方、もし見ていただいたら一緒だと思うんですけど、なんか戦闘艇つくんで、この人、この船強いのかなと思ってね、よく分からず育ててたので、T5 なんですよね。で、ヒューベリンはまあミサイルにはまあ持ってこいですよね、抵抗とミサイル式バフ。で、ヘカってはキャノンなんですけど、まあ、抵抗がつくと。はい、で、えー、モレク、まあ、ミサイルですね。で、ヘリオス、あ、ごめんなさい、ヘルメス。 はいヘルメスはもうとにかくあれこれ荒遣いしてます。はい信じられないですけど、自分、仮想にヘルメス出してます。はい、えー、買ってなくても気にしてません。はいまあ、ミサイルですからね、えー。早いのとミサイルっていうところですね。で、ヒューベリオンは AU a u A q 入れてます。で、ネバンも A q 入れてます。どっちもオーバーチャージ系ですね。で、ヘカテはね、えー トゥルーディーだったと思います。で、モレックも AQAU の、えー、っとですね、パッシブ3つです。アクティブじゃない人を入れてます。これでね、ちょっとパッシブの効果を毎回確認したいので、1人はス、えー、つンパッシブの AU を自分は乗せてます。で、えー、っと、ヘルメスはカーロン。 はい、でもカーロンレベル50なんで、そんな別に大したことないです。はい、で、えー、イシュタールはちょっと載せてません。そして、えー、とレベル50ですけど、よくね、あのー、ポスターで使ってます。はい今度ね、外界偵察機もちょっと上げようと思うんですけどね。はいえー、ミーナですね、もう連射の人、はい、も、えー、入れておりません。はい それはですね、ちょっとね、オーバーチャージと他の、あえー、っとね、とにかく自分はね、オーバーチャージが一番強いとは思ってません。オーバーチャージが好きなんですよね。で、オーバーチャージと、どの組み合わせでどうしようかな、どういう戦果になるかな、結果になるかなっていうので、ちょっとオーバーチャージ英雄をよく使うようにしてます。オーバーチャージをもっと細かく知りたいっていうところですね。で、今はレベル75を叩いております。あ、お隣の方。 えっとですね本拠地の攻撃終わられましたね。そしたら80行こうかな。自分も何発か80叩いたんでね、えー、っとねあのー、自分が1人で横取りするような本拠地の叩き方してないんですよ。で、まあ、見てください、これね、もう上がすぐテネブです。 はいこんなね、どうえらいところにね、レベル43ごときの自分が陣取ってるんですよね。はい。なのでね、えー、っとね、調子に乗って攻撃を受けた偉い子ですからね、どなたか、自分ね、あの、まあまあ、皆で、ね、レベル80も次枠まで数しありますんでね、はい。えー、っと、まあ、自分、まあ、チップもらえればいいかで、えー とあと、鬼牧ですね、もらえばいいかなんで、はい、皆さん、叩かれている時は、もう、競合ならなら競合しない、レベル75とレベル70を叩いております。はいで、儲、えー、かりアーティと行軍、えー、アーティをさっき使ったので、もう今何もかけてない状態ですね。はいで、集結スキップももういいかっていう感じです。で、ちなみに今、自分、 ネストなんか言ってますよね。はい。ただ、これ自分の連名のネストではありません。はい。こういうこと起こるんですよ。えー、っとですね。えー、っとね、自分が所属してないネストの中には、基本は、えー、っとね、移動できません。はい。なんですけど、例外がありまして、自分がその場所にいてて、相手さんがネストを展開された場合、 はい。えー、こうやってね、組み込まれます。はい。そうなんです。この ATN 連盟さんが、ここに、え、ネストを作られた結果、自分が、ネストの中に入ってしまってるっていうね。はい。っていう感じです。はい。なので、ネストの効果、えー、行軍速度と、えー、耐久アップはもらってません。あのね、えー、自分もそうですけど、初心者の方、レベル上げられてる方、ちょっとでも、あの、本拠地のね、 海賊は被害なしで叩くようにしましょう。えー、ちょっとでも被害を落としたい方は、えー、っと、ネストの中から叩くと、ネストの効果で耐久力アップがありますんで、はい、それがもらえるんでね、あの、ネストの中から叩いた方がいいですよ。なので自分もですね、えー、っと、亀裂の新記録狙うときは、ネストの中入ります。 はい、それで、えー、ちょっとでも耐久力を上げて、万全の状態にしたいので、自分は、はい、ネストの中から叩くようにしてます。今ちょっと待ってくださいね。80の硬い、誰も叩いてないかな。ちょっと様子見ましょう。叩かれてないですね。叩かれてないですね。そしたら、ちょっと80いきましょうかね。ね、80いきましょうか。ね。 叩かれてない時は80を。誰もね、今、叩かれてないんで、ちょっと80いきましょうか。そしたらね、はい。 あ45。ねこれもね、ネストの中に出ればね、抗群速度上がるんで、そこまでの、あ、あーっといらんものしてしまった。えー、軍速度がね、上がるので、お得ですよ。少しでも早くね、行き来できるっていうのもありますし、ねそういうのも考えて、特に亀裂ですね。亀裂の新記録の時は、はい、えー、皆さん、ネストの中から、えー、さ,されるようにした方が、 えー、耐久力が上がります。どれぐらい上がるかは、連盟研究がどれぐらい進んでるか。そうですね。あれ、ごめんなさい。連盟、あ、研究ですね。ちょっと、あ、ついでに、開けついでに、ね、連盟研究しときます。16個あった。はい。で、あわーまだやってない。ちょっとやっておきましょうか。はい。えー、っとですね、忘れた。あと4分あるんでね、ちょっとやりましょう。あのー、貢献値をね、ちょっと上げてやりたいんですよね。 アイテムマーク出てましたね。どこまで行くね、えー、はい、言うこと聞かないんです、このスマホは。で、大使館のですね、このアンネ・ローゼさんから、えー、っとですね、この、えー、ヒルデガルドに変えるわけですね。はい、それをすることで、えー、っと、このですね、連盟研究の時の獲得の貢献値が上がります。あ、これ、あ、違う。あこれもですね、これも上がるんですけど、こっちですね。これでトニウム1.5倍。お 自分じゃトニウム入れたいんですよね。1.5倍なんで、まず40万ぐらいにしてみましょうか。で、タらん。はい。ということは、まず45万ぐらいにしたらどうでしょうか。1万。まあいいか。多分ね、40万、3万とかね、もうめんどくさいんでやってません。はい。おおよそのところ行ってます。で、デイリーの1個ずつですね。 これね、ヒルデガルドにし忘れて結構すんですよね。はい。あの、あれこれね、自分は、こうやって動画上げてますけど、結構忘れてます。盆栽ですよ。で、今ね、アンネローゼ外したんで、規模落ちますけど、もう出撃してるものには関係ありません。で、ここで、ここにヒルデガルドを入れといて、 で、ねヒルデガウト先に抜いてしまうと、ヒルデガウトの効果がなくなるんで、で、大使館にアンネローゼさんを入れて、えーはい。はい。これね、レベル上がってないんですけどね、それでも2.36、65 1で3ぐらいでしたっけね、ちょっと間違えたらすいません。はい。えー、経験値もね、上げないといけないんですけど、今度上げます。はい。これで規模稼げるっていう感じですね。はい。 はいこれ、ね、出した分に対してはもう変わりません、数値は。あ,あやってえて、ーね、初心者の方とかレベル上げられてる方、その何をするかによって、長官をね、変えるっていうのは結構皆さん、されてますよ、はいあの。特にね、研究とか、もう建設なんて絶対書いた方がいいですし、はい、時間がね、大幅に変わりますね、それはね、前回、えーね、司令部44建設、するぞ動画に上げてますので、そちらをご覧ください。 あと、何、えー、1回でね、40スタミナ使うので、69、もう一発行きますね。もう一発行きましょうか。はい。自分はですね、えー、っとですね、28まで仕事で、29から大掃除、29から大掃除ですね。もう、仕事、職場、仕事場。まあ、職場でいうか自分の仕事場なんですけど、えー、仕事場いくつかと、えー、っとですね、自宅。 まあ、実家、いろいろ、はいえー、大掃除をして、ゆっくり。だからもうね、29,30,31、えー。で、お正月休みは自分は1月9日まで、えー、今年はおや、えー、来年の新年はお休みいたしました。その間はもうね、えー、ゆっくりしたいので、デイリーミッションをするだけです。 はい。なので、新年ご挨拶して、えー、画面見ていただくとき、ほぼ何にも変わってないと思います。国力値もほぼ変わってないと思います。はい。はい。皆さん、年末年始どうされるんですかねどこか行かれますかはい。どこか行かれますかはい。自分はちょっと来年はですね、今年はね、6月に、あの、オープン、えー、オープンウォータースイミング、えー、っていう大会、皆さんご存知ですかね 昔風に言うと遠泳大会です。えー、っとね、自分は初心者、まだ全然初心者なんで、一番短い距離の 1km を6月の第1週目の日常に泳いでいきました。はい。はい。か、なん、えっとね、寛永時間がね、関営じゃない、あの、なんていうんですか。えー、一応、基準タイムがあるんですよ。はい。あら。んんすいません。んなんかおかしくなった。はい。戻ってきた。えー、 さんの話いらんえーえー、っとですねそこで自分1キロ泳いできたんですけど一応ねそのこのタイム以内に、えー、クリアしてくださいねっていうのがあるんですよはい。 で、ギリギリ、途中でね、えー、と足がつり、はい、片足つった状態で泳いだので、足が痛くなり、やばかったんですけど、なんとか寛永してきまして、その寛永がね、とにかく35分以内に泳げと、1ねはをね。はいで えー、自分はですね、33分1秒かなんかでね、ギリギリで、横のね、救命艇の方がね、あのまだ行けますよ、まだ行けますよってね、応援してくださってね、もう分かってたみたいです。はい、上がった後に、足大丈夫ですかって言われましたね。はいすいません、ご迷惑をおかけしてましてって。はい、次はもっと鍛えてきますっていうのでね、えー、だから前回足つって、1キロ泳いだんですけど、足つって痛めて、もう死ぬ気で泳いで、いえー、33分、 ジャストぐらいでで泳ぎ終わりましたのでちょっと次はね、20分台を目指そうと思って、はい、えー、もう1月入ったらトレーニングを始めます。はいそうですね、なのでそのね、えー、っと1月9日までの間にゆっくりするんですけど、 ちょっとね、えー、っと、体を動かして、ウォームアップとストレッチに行くのと、えー、っとね、プールもちょっと行こうかなと思うんですけど、まぁ、あまあ、コン詰めてっていう、ちょっと初泳ぎですね。はい。はい。えー、それはちょっともう早めに、はい。えー、元旦に、えー、初詣に行った後に、もう、はい。泳いでやろうと思っております。で、走らないと、はい。そうね、大会にね、出ます。 で、えー、今日今年同様、オープンウォータースイミングって言ってるでしょ。でねあの、そこで教えていただいたんですよ、その大会本部の方々に。あの、泳いで走る大会ありますよっていう。そね、それでプラス自転車ならあのトライアスロンじゃないですか。トライ、つですよね。トライアングルの。はい、じゃなくて、アクアスロンっていう大会があるってお聞きしたんですよ。なんですか、それって。あの、走って泳ぐって。うわ、や 面白ますみたいなね。はい、なんで、えー、とでそれがですね、調べてみますと、まずビーナーの方は 500m 泳いで 1.5km 走ってくださいと。あそれなら、えー、タイムさえクリアできていけるぞっていうので、ちょっと、はい、来年は。 えっとですね、アクアスロンにも出ます。それとですね、なかなかね、その今のコロナ大騒動で一般参加ができなかった、えっ、ー、と、ボディメイクのコンテストにも出ようかなと思ってます。あとね、できたトレイルランとかも出たいんですよね。あの、トレイルラン、間違ったですよ。なんか山ん中走り回るとかね。 やばいじゃないですか。面白いな、みたいなね。で、えー、っと、今、いろいろとね、どんな大会がね、素人でも出れる大会なんかないかなと思ってね、あれこれ大会を今探しているところです。はい。もし、自分がね、出たような大会出たことある方、コメントください。教えてください。えー、自分はもうズブのンと素人でただ出ただけなんで、はい、あのー、皆さんぜひ教えてください。はい。最終的にはね、なんか、あの、あのー、 海峡えでしたっけ津軽海峡それとあの佐渡ヶ島の佐渡海峡、あそこねあの、泳ぐのがあるらしいんですよ。やばないですか。はい、あの知り合いはね、そういう意知り合いないですけど、あの見かけたんですよ。もなんかねえー、っとです、ね、その代わりチームをちゃんと作って、えー、救命点も用意していろいろやるんで、でそれをね、えー、っと代行してくれる。 会社さんもいてるみたいでね、結構、ね、な値段しますけど、生きてる間に一んね、津軽海峡はちょっと無理でも、佐渡海峡ちょっと泳いでみたいなぁと思ってですね、別に自分水泳が得意なわけでも、えー、水泳部だったわけでもありません。はい、ただ単にもうそういうね、自分を追い込むのが好きなだけです。はい、出たいなぁと思いますね。あの、ね、本当はね、ドーバー海峡を泳いでみたいんですけどね、 ねあの体脂肪率が26%でしたっけ、何パーか以上じゃないと出してくれないらしいんですね、めちゃめちゃ冷たいみたいなんで、はいでそれは自分ちょっとね、無理っていうので、今はちょっと断念してるんですけど、はいささやかな夢として出れ,出れるような関係になればなぁと思ってます。はい え皆さんそんな大会出ようと思って決意するじゃないですか。もうね、ジム行ってトレーニングするなんてね、もう本当にごっつい気楽になりますよ。はいねで自分はそのあのあバルクを増やして、ガーン、ごっついだろうっていう体はにはしないタイプなんで、もう俊敏性とかいろんなスポーツができるようにとか。はい あとはね、えっ、ー、ともう現役でずっと離れてるんですけど、えーと、アマチュアのボクシングの大会も出たいんですけど、なんかどうやらね、ジムに行かないといけないみたいなんで、はいえっ、ー、とですねどこかのジム、ね知り合いのジムよりね、そんなんするときってね、全く見ず知らずのところに入る方が自分好きなんですよね。 はい。いいじゃないですか。あの、もうゼロからで一番下っ端からでお願いします。っていう方が、もうね、さっぱり中途半端に気使わなくてね、ね、中途半端な人って、え、言い隠するでしょ。中途半端なキャリーをぶら下げてね。それが自分は嫌いなんで、えー、どこかね、ちょっとジムも実は探してます。そのためロードワークもしないといけないし、ミットぐらいね、叩いとかないとダメなんで、まあ、それはね、ちょっと、毎週木曜日に、えー、1時間ちょっとね、あの、みんなで集まって、指導がっていうのやってるんですけど、 あのそういうい体動かす系の、ねえー、っと大会に出られている方あのいらっしゃいましたらコメントください、どんな大会出ているかで、それで、ね、こうどういう準備されているか、あのー、教えてください、はいあのー、学ばせていただきます、はい、あとは何、ねあのー、て言うんでしょうなんか、ね、ちょっと変わった大会も出たいですし、あとは自分、ね、歴史が好きなんですよ。 特に日本史が好きなんですけど、日本史全般が好きなんですけどね、もともと戦国時代から入ったんですけど、日本史全般好きで、あの文武両得ということで、だからね、日本史検定っていうのがね、えー、民間であるらしいんですよね。はい。それね、392919ってあるみたいなんで、それちょっと勉強して受けたいなーっていうね、はい。もうね、どこを目指してるんだっていう。はい え何を目指してるってよりも、えー、自分を、ね、使いまくってやろうっていう思ってるだけなんですけどねあの。そういうですね、国家資格以外で何かね、あのーえー、そういうい、えー、勉強じゃうんですか、えー、資格を取られるために勉強されている方、そういう方もね、あのいらっしゃいましたら、あのー、コメントめちゃめちゃください,、はい。で、教えてください。自分はこんなん出てますよみたいな、こういう勉強してますよ、みたいなね。 はい。何かね、勉強したいんですけどね、何にしようかなーって悩んでるんですよね。はい。なので、あのコメントくださると、すごく参考になりますので、ありがたいので、ぜひ、お願いいたします。はい。75遠な、遠くなってきたんで、ちょっと70に変えますね。7 7なちょっと近いんかな。75、遠いですね。てか、70も遠いっていうか、スマホが動かない。あ、これ、え 41タイル。まあ、70いきますか。ね。はい。あ、あいつ、キルイベ中やのに、本拠地叩いてるやんけ、偉そうに。レベルなんぼ叩いとん。あ、70か、控えめなやつやなーってね、思ってもらえたラッキーと思ってます。はい。えー、事実控えめです。はい。そこでね、我が我があってあまり自分はしないタイプですね。はい。 どうしよいしょと。はい、70出しました。はい。なので、まあね、えー、今回最後になるかもしれないので、まあ今年のね、えー、感謝の人おお、皆さんへのお礼ですね、見ていただいてありがとうございましたということで、と、来年の抱負。 はい、ね、もうゲーム関係ないやみたいなね。そうなんです。ゲームに関係ないことをたくさんする予定なので,、えーっとですね、おそらく自分の成長はガツンと進まないと思います、はい、でもいろいろな情報は極力発信しますので皆さん自分なんてとっとと抜いて仮想で見つけたらすぐもうとっととぶちかまえしてください。はい っていうね、はい、動画になって、えー、で、それでですね、皆さん強くなられて、いろんな技をね、えー、見出されたら、逆にコメント、もしくは DM で自分に教えてください。こんな方を見つけましたよ、すげーってね、ぜひ真似させてください。なので、よろしくお願いします。今、ね、初心者の方とか、レベル上げ,上げられてる方ね、自分の方がたまたまちょっとね、す数すんで知ってるんで、順番的に自分がね、こうしてあの発信してますけど、はい、いずれすぐ逆転しますんで、あのそうなった時にぜひ、 教教ええててくくだだささい、はいいとはなんかね、皆さんもなんか来年なんかね、出られるなったらなんか教えてくださいね。はい。なんか国家資格まで行くとね、まあ、国家資格もね、なんか面白いなとね、とってもいいんです けどねその実用性がないものとっても仕方ないと思うんでね、ちょっとね、歴史は、えー、ちょっと好きなので撮りたいかなっていう。あとね、ダイエット系の、ね、資格も自分持ってるんですけど、ちょっとね、もうちょっとややこしいのを取ろうかなと思ってます。はい ま、ね、まあね、まあね民間資格なんでね、ねとってもねねあのねその見た側の人があーそんな持ってるんだって安心をするだけで、こっちからしたらね普段勉強してるので、まあ、一緒なんですけどね、ねねまあねそれでクライアントの方がねちょ少しでも安心して取り組んでいただけるのなら取る価値はあるかなと思ってですねそれは来年中に取ります。はい、ああと一応あ国家資格1つ、挑戦って言ったし あれですね、えー、おそらく行ければ取行ったら取れると思いますので、勉強しないといけいですけどね、えー、っとですね、船舶の免許を取ろうと企んでおります、来年ですね。はい、えーえー、2級船舶プラス、あの、なんていうんですか、あの水上バイクの。 はい。えー、っと、資格がセットになってるものがあるらしいんですよ、どうやらね。で、それで、本当は自分は水上バイクに乗りたいんです。とにかくね、ね陸も海もね、まあ理想は最終的に空まで行ったらと思うんですけどね、えー、っと、バイク、いろんなバイクが乗りたいだけなんですよ、ただただ。はい。それもね、あのー、別に、なんていうんですか誰もいなくていいんですよ。もう、事故は趣味で自己満なんでね、もう誰もいない、海でね、レンタルして、ビューンと乗ってね。 はい、うわー気持ちいいだけでいいんですよね。だから別に買う、購入する気も全くないんですけど、それをね、知り合いの方にお話したら、いや、今ね、っていう、あのー、水上バイクのレンタルが減ってると、日本中でね、あの、マナーの人が、マナーの悪い人が多いみたいで、だいぶ減ってきた、追い,さ追い出されて減ってるんですよ、みたいな。えそしたら、あまり乗れる場所ないんですかないんですよ。ってえー、って、僕ね、ってあのバイクでね、その港まで行って、マリーナですね、マリーナとかまで行って、そこでね、 あの水上バイクの資格だけ取っておいて、ちょっとレンタルさせてもらえますかって、もう,こう1時間ほどピューと乗るだけなんでっていうので、乗りたいんですよってあと今ね、あまりないんですよってね。なので、あのー、それだけ取られて乗れなくなるよりも、セットのね、ものがあるので、あのそういうのは控えた方がいいですよ。でね、ちゃんとした教習所がありますんで、でねその教習所の理事長とねお知り合い、理事長さんとお知り合いみたいなんでね、そこの教習所も教えていただいて、あこんなとこがあるのか。 自分の粒の年男なんでね。はい、なので、それをちょっと来年中にのどこかでね、夏場ね、ちょっと暑くなる前にまでには、ね、どれぐらいかかるかも調べないとダメなんですよね。あの期間がね。どれぐらい教習に行くのか。なんか教習に行って学校 かとそれとなんか実質とあるみたいなんですけどねあの全然自分もよく知らないですよあの詳しい方もし船舶免許持ってはる持ってられる方あのコメントくださいお知るくださいはいそれでなんかねえー、と二つ一片にはい同時教習っていうんですかそこにはいそれに行く予定です行くありましたね一応でもこ船舶なんで国家免許ですもんねはいあのー 偉そうに言ってますけど、あのズブの年男ですよ。何にも知らないです。あの、教えてもらったことをもう横流しで今、ね、そのまんま、自分の知識じゃないですからね。はい。それもしようかない。いいと思いません、ね。バイクで海まで走っていって、で、その海に着いたらそこで、えっ、ー、とね、会場に出る。よくないですか。はい。 こないですかそれで来年からはですね海外に向けた、えー、チャンネルも作るのではいそこでねあのー、まあ、自分は日本人だとまあ、今ね、えー、日本人 ねあのそんな広い国じゃないけど、こんな楽しみもあるんだよっていう、はい、もしあなたたちが日本に来るときは、ぜひね、招待、あっちこっち招待するから、はい、えー、楽しみに見てくれっていう感じでちょっとね、作ろうと思ってて、そしたらね、海外の友達でね、このゲームやってるんで、海外の友達増えるじゃないですか。そうなの、宣伝してやるよ、みんなに広げてあげるよって言ってくれる人がたくさん出て,てね、もうありがたい限りで。 はい。なので、そんなね、おバカのことをやろうと思ってます。ね、ちょっとおも、楽しそうなんでね。はい。すごく楽しそうなんで、そういうことを、えー、やる予定で、今、準備をしております。ね、そのためにね、やっぱり船の免許ね、取ると、そこでね、あ、これ50ですけど、ちょっと、あ、8ですけど、もうここにあるんで、ちょっと行ってきますね、もう。もう、同じ方向でいいや、もう、めんどくさい。はい、めんどくさいですね。この辺にもう一個ないかな。 もうなレベルなんていくつでもいいんで、ないんかい。この辺にないのかい。ないのかい。もう一つ。75。これとか。はい。これ行っきましょう。はい。90の遠いな。まあいいわ。はい。こっちの方が近かったかもしれないですね。おそらく。ね。51。あら。やっちゃあ、70ありましたね。いっぱい。まあいいや。はい。もう少し叩きますね。はい。ねえ、そんな。ね。 あの面白いことをはいもうあくまで趣味ですよで趣味を講じて何かねでね僕の知り合いの日本人でねあの外大出てて英語の教師をしててねでそのなんていうのか えと通訳、観光通訳案内、なんかね、国家資格あるんですよ。それに来年取るぞーって目分けてね、えー、頑張って勉強してるんで、そうしたら、えー、自分がね、海外ううに知り合い増えたので、もうみんな来たいって言ってるから、えー、そういう動画を作って来れる方は招待すると、もう泊まるところ、メシャもこっち任しとけと、いろいろ知り合うるからってね、でその案内をお,お前頼むぞみたいな感じでね。 お願いしててそしたらね、本人もやる気になってくれて、ああ、それ、もしか、頑張って今、勉強してます、ってってね、面白いですよね。なんか、それでこれをね、ご覧の方もね、あ自分、こんなお手伝いできますよっていう方、あの、どんどんコメントください。はい。なんかね、あの、このゲームをきっかけになんか面白いことをしたくないですか。はい。自分はね、とにかくね、富士、えー、っとね、皆さんと富士山の午後にまで行って、 車でもバイクでもどっちでもいいんですけどね、富士山の5合目でみんなでアスキンしたいなぁと思うんですけどね、はい。面白くないですかねそれでね、数十人とかあったらね、自分、運営さんに言いますよあの、こういうことになったんで、ぜひ運営さん、ちょっと2本来て、Wi-Fi <laughs> 持ってきてくれ、みたいなね。はい 面白いくなないいでですかってそれで全世界に広げましょうよみたいなねおかしなことを考えております。その下見で、あの見ていただいた方いらっしゃると思うんですけどね、えー、猫の遠足っていう動画を上げてます。再生リストをご覧ください。そこでね、富士山行ってきたんですよ。今年の夏、7月だったかな。7月か8月かちょっと忘れましたけど、バイクで富士山まで行ってきました。というか、鎌倉まで仕事で行って、そうか帰りに湘南橋 でうわ湘南だ気持ちいいそっからあ、あ、富士山行こうって、富士山ドーンと行って、そしたら入山規定で5合目まで行けないっていうね。で、着いたら真夏や、でね、ちょうど下の静岡あたりがね、38度とかわけわからないようになってたんですよ。暑いみたいな。あ、静岡じゃない。あれ、神奈川になるのかな。そうですよね、湘南からなんで。やばく暑い日ったんですよ。 なのに富士山上がっていったらも寒くて寒くてね、もう霧で前見えんしみたいな。で、行った結果、えー、夏山入山規定で、えー、規制で、えー、5号まで行けないっていうね、おいみたいな。下見に行ったのにって。でも、その5号目に行く手前のところに、水が峠間違ってたすいません。なんかね、えー、とですね、休憩所っていうのかバス停みたいな、ね、駐車場もたくさんあって、あのそこに寄ったんですけど、 えっとね 3G しか飛んでないんですよ。えー、はい、4G 飛んでないです。当然 5G も飛んでないです、はい。で、そういえば AU って 3G 終了したって、あれニュースやってなかったかなあ、AU の人届かんやん、ここみたいなね。はい ね、自分ソフトバンクなんで、なんとか 3G つながりましたけど、はい、そうなんですよね。ってなったら、そういうなんでも、自分よく知らないですけど、あの、そういうのは詳しい方、コメントください。そんなところになんか電波が入る Wi-Fi キッキーってあるんですかね、そんなん持ってって、ちょっと、ね、皆さんとね、 アスキンしたいでだ、ね、ど,どこそこやりたいと思いませんそういうの、はい。でね、もう自己紹介はプレイヤーネームでいいじゃないですか。でもね、あの個人情報をお互いもね聞かずで、もう現地集合、遊んで現地解散っていう感じでね、なんか年に一遍壮大な富士山猫祭りみたいなことがしたいんですよね。はい、でも車で来ようが、バイクで来ようが、バスで来ようが、毎年違うね、あの行き方すれば面白いと思いますしね、バスも面白いと思いますよ、あれ。 はい、そんなことをね、日本で一番高いところでゲームをするって、やばないですか。あのー、ね、これが大物 YouTuber の方に知れたら、えー、資金力ですぐにね、えー、やられてしまうんで、皆さんそれはご内密に。はい、みたいな面白いことができたらいいなと思っております、はい。でね、海もそうですよね。はい、皆さん船の上で、はい、アスキンやりませんかと。 面白くないですか船の上からね、ライブ配信とかね。はい。そんなね、おバカなことがしたいんですよ。はい。そのために船の免許を取ります。はい。まあ、そのためじゃないですけどね。はい。あ1分40秒。1、2、3、4、5、6、7発ぐらい。いりますね。1、2、3、4、5、6、7。これも。わこれはもうちょっと8発ほど。 12345678はいでこれはちょっと早いんで1234567はいあでもじゃあ13秒の頃か <laughs> みたいなねあのー、いろいろとですねなのでそんなですね、えー、おバカなことを考えておバカな準備をして、えー、いろいろ予定立ててますので動画のね更新 えー、頻度がもしかしたら下がったりする可能性は、えー、否めません。で、それで自分はですね、おそらく来年度中には見てくださってる方、レベル上げられてる方でしたら、もう自分なんてね、とっとと抜かれると思います。なので、遠慮なくあの抜いてくださいね。もう猫さん抜きましたよっていうコメントもください。はい、おめでとうございます。なので、はいでい,い情報を見つけて教えてくださいはい。 司令官レベルが55とかになったらどんな特権があるのか教えてください。自分は司令官レベル51なんで分かりません。はい。そういうのね、教えていただきたいと思いますよ、本当に。近場から行きましょうか。もうね、目にメール。でも今、垂れてあるんで、まあ、75にするか。75にしましょうか。多分あるでしょ、近くに。18、近い。はい。75と、75と、 近くに湧きましたね80湧いたんですけどね、あ、ね、こうやって叩いてる方いらっしゃるので、ちょっと80はお譲りしますもん。もう自分は、だいぶ80叩けたので、75で十分です。これでチップと、ね、キーボックスがもらえればいいので、はい。今何分 どれぐらいあ、ぶつぶつとね。まあ、あの、こう、今回、ちょっとね、えー、今年最後の動画になるかもしれませんので、ちょっともう皆さん、これ目つぶってください。はい。のんびり、ね、のんびり行きましょう。はい。なので、よね、こうね、動画の撮影ってね、一方的にこっちからお伝えするだけじゃないですか。それが、じゃあ、んまね、面白い。 やっぱりね、双方向の方が自分は好きなんで、そうなんですよね。なので、ちょっとね、あの皆さんいろいろゲームを通じてお知り合いになりましたけど、まあ当然ゲームの、ね、配信はしていきますけど、それ以外のこともね、あの自分は困難してるんだっていう気はないんですよ。あの自分は困難してるんですけど、理想は皆さんと一緒にやりたいんですっていう。 なので、賛同してくれる方、もしくはご協力いただける方、いらっしゃいませんかっていうところが一番の自分のね、この発信の理由なんですよね。はい。自分だけいいとこないないする気はありませんので、何か面白い案がある方、ね、えー、ご協力いただける方、はい、い,あいらっしゃれば、一緒に何かね、できればなぁ、と思います。はい。よくないですかバイク乗って、ね、そのまま海のバイクも乗って、船乗って、 たりしてあと空ですよね。でも空もね、えー、っとですね、生きてる間、ちょっとな長いロングスパンですよね、えー、生きてる間に空にも出たいと思うんですね。ハンググライダーとかじゃなくて、あの、セスナの免許あるじゃないですか、セスナ機の、はい。あれがね、なんか日本で取るより、アメリカに行って3、えー、3、4週間、3、4ヶ月、どっちが忘れましたけど、そこで飛行訓練を受けた方が、なんかね、旅費も、 え宿泊費も全部コンビでそっちらが安いらしいんですよね。日本で取りより。はい。あの、それもらしいです。はい。これはもう調べてません。はい。それも知り合いに聞きました。アメリカっった方が安いよ。っていうね。え、そうなんですかっていう。 わざわざ飛行機の免許取りにアメリカっていう、まあ、そもそも日本でどこで、ね、日本のセスナのね免許のねあの練習とか勉強してるのがか自分全く知らんしっていうはいだからねロン,グロングスパンですけど最終的に空に出たい生きてる間に空を飛びたいっていうのがありますねはい そんなんながあるんですよねいい,いいと思いません、ね、そんなんね。はい,それはっていうか、まあ、セスナがねどれぐらいの飛行距離があるのか、どういう、ね、飛行ができるのか、何にも知らないんでね、もしセスナの免許を持ちの方、もしくはセスナに乗られたことがある方、はいあのあ身近でねセスナの免許を持ちの方いらっしゃいましたちょっとコメントで教えてください。はいさすがに自分の周り、セスナはいないですね。はいヘリコプター乗ってるやついますけどね。 はあ、乗ってるくせにあんまり好きじゃないねんって言ってますね、本人はね。はあ、でも、あのえちょっと仕方なく、仕方ないって言ったらあれですけど、いや、すごいことやけど、ね、ヘリコプター運転するってで、自分は思うんですけどね。はい なんで、そういうことをやっていきますので、ね、困難しますっていう決意表明ではなく、こんなことをしますので、更新頻度が少し落ちるかもしれないということと、えー、自分を偉そうに言ってる割に、どんどん育成のスピードが落ちていきますので、ね、それをご理解いただきたいと思って、ちょっと長々と、えー、ご説明させていただきました。はい。そういうことをやっていきます。 なんかね、皆さんなんか本当に新たな挑戦とかね、もう自分挑戦する人大好きなんで、はい、あの新たな挑戦をされるとか、何かね、えー、目標を立てられている方ね、ね差し支えなければコメントで教えてください。はい100%すげーって言わせてください。で、100%応援したいです。はい。はい。ね、何かあの目標は違ってもね、頑張って てててるる仲間が近くににいてるっていっうだけでもも励みになりますもんね、はい、そういうコメントいただければ自分も頑張って泳ごう、自分も頑張って走ろう、自分も頑張って体作ろうとかね、はい、頑張って勉強しようとか思いますので、はいろいろとね、ちょっとやりたいと思いますね。はい なんとかね、あのー、いろんな方がね、ちょっとね、あの DM でね、おっしゃってくれたりするんですよ、もともと、アストロキングス、もう4年目ですか。 ね、確か4周年、に2018ですよね、アストロキングスってね。で、自分はその全然フル株じゃ全くないですよ、全然ね。全然、子さんでもフル株でもなんともないんですけど、あの、結構長らくやってる方がね、そのありがたいこと言ってくださったんですよ、その猫さんが、えー、っとね、ツイッターとかであれこれ出す前は結構、 こうね、いな、ね、情報だったみたいな感じでねあの、はい、それが結構オープンになったと思いますよって言ってくださったんですよ。だからってね、皆さんオープンにする必要はないと思いますけどね、自分がオープンにしたところで自分は別にね強く言うわけでもランカーでもないので、差し支え,が差し支えないじゃないですか、自分のレベルでしたらね。それがね、あの仮にですよ、 あの、仮想のチャンピオンさんとかがね、それやってしまったら、もうみんな右へ慣れになるじゃないですか。だってチャンピオンなんですからね。はい。なので、自分ぐらいの中途半端なね,レね、えー、レベルのプレイヤーがやるのは逆に面白いかなっていうふうに思いまして、えー、やってる感じなんですよね。はい。 そうでしょだからね、レベル見られたらね、だからあの結構ね、その自分よりも強い方とか、ベテランの方がね、見てくださったりもしてるんですよ。はい、それでね、Twitter に DM くださったりねし、してくれるんですよ。めっちゃありがたいですよ、本当に。はい、頑張ってくださいね、みたいな。はい、でこんなんも試した面白いですよ、とかね。ね、あの、 てるのにそういうふうに言ってください。優しいと思いませんはい。もうね、そういう方たちがいらっしゃるのでね、自分はこうしてね、伸び伸びと、もう好きかっていうのプレイをして、はい。えー、こんなね、えー、中途半端な配信をさせてもらってる感じですよね。はい。はい。そうですね。本拠地ばっか65発、これで70発目ですね。 だいぶ、あの、どなたかね、切り指中なんでね、これは攻撃されても、まあ、そんなね、切り指の最中に、担任のネスト内でね、あの、本気したたいてるんで、誰かに攻撃されてもね、こんなの何も恨みこなしじゃないですか。なので、そこはね、別に恨みも憎みも仕方ないことだと思ってんでね、本来このゲーム、略奪ゲームですからね。で、どなたかが攻撃してきたらやめようと思って、ぽちぽちやってて、ああら、 あの儲カリアティブン終わっちゃった。ああ、あれが取とっといたよかったな。今からでも遅くないか。えー、年内最後の挨拶も兼ねて撮ろうっていうのに取り